ムロナミオです。アムロナミオのタコナキピアチャンネル、私アムロナミオ、 This is アムロナミオです。 This is はい、こちらのチャンネルでは私アムロナミオが高濃度のアルコール飲料を摂取しつつ、ひたすらにアニメを見てに笑い涙する、そんな実況配信チャンネルとなっております。今回は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、第10話、また数字の音が忘れちゃった、第10話を見ていこうと思います。前回の青春豚野郎、まあ桜島舞先輩の義理の妹と言っていいのかな、腹違いの妹と言っていいのか、まあアイドル活動、舞さんと一緒、まあ、別に、まあ、芸能活動をしている、富山のどかっていう、まあ、お父さんは同じだけど、お母さんが違う妹がいて、まあ、彼女が家出してきた、舞さんの家に家出してきて、で、朝起きたら体が入れ替わってたみたいな、思春期症候群を発症してしまい、まあ、どうやったら戻るのか、を解決してるところです。はい、まあ、モダパン説明で言うとこんな感じで、まあ多分根本的にあるのは本当に、まあ、舞さんに対するコンプレックスは、まあそれは一番だと思うんだけど、まあ要するに優秀なお姉ちゃんと比べられることがすごく嫌でっていう、そこをまあどう解決するかってことだよね。で、まあなんか、その、舞さんの代わりに、舞さんが、仕事として受け持った、CM 撮影の最中に、なんか過呼吸で、プレッシャーに耐えきれず過呼吸で倒れてしまったりとか、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、どうなるんだろうな、っていう。あ、で、なんか、あらすじを見ると、その、富山のどかちゃん、まあ、妹さんが所属しているアイドルグループのライブを迎えてしまうことになるのか。ということは、舞さんがそのまま、妹さんと体が入れ替わったまま、ライブに参加しなきゃいけないことになってしまったことか。はい、どんどん見ていこうと思います。第10話、コンプレックスコングラチュレーションですね。こちら、ティアニメストア等で配信されてますので、もしよろしければ一緒に再生していただければ面白いんじゃないかなと思います。はい。準備していきます。感じ。おや、OK。よし。で、はい。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない第10話、再生していきます。カウント5秒で再生していきますので、準備はよろしいでしょうか。5秒前。4、3、2、1、スタート。まあ、お姉ちゃんを目標に頑張ってたんだろうね。あれ？開けちゃったんだよ。そういえば。何入ってたの？ちょっと見るなって言われて見ちゃうんだよね、お前は。最高のオープニング。
ここめっちゃハンドクラップしたい。ああ、ほんといい歌。大変だよ。姉妹揃って。いや、すごいね、舞さん出てる映画。怖い映画見て。これで、着替えてる。マジかよ。えらい。手慣れたもんだね。そうなんだ。いやー、よかったよかった。中にていくか。
お母さん。裸って結局誰しもは最初からお父さんお母さんになってたわけじゃないんだよな。はあ、お母さん。やい、えい、えい、えい、あーしゃー、いくぞー、タイガー、ファイヤー、サイバー、バイバー、バイバー、バイバー、チャージャー。
えい、えい、えい、えい。メモ中がいるな。これはブルーレイ特典ですかね。お、すごっ。やば。お姉ちゃん完璧すぎだろ。いやー、すごいよ、ほんと。高得なってるオタクがいる。いやー、それを俯瞰で見るのな。違うよ。違うよ。俺は今までの、のどか頑張ってきたからのセンターってことでしょ。で、のみ。いろいろありましたね、ここも。いつか行かなきゃいけない場所だよ。藤沢。マジかよ。なんかもうあかん。やばい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 。嘘でしょ。
自分いいっすか？めちゃくちゃいい芝居やけ。変わった。いやー、声優もすごい。ゴリラでもわかる粒子力学。
シーパート。おお。なんだなんだ。おーい。取られてんじゃん。マジ豚野郎だよ。はい。青春豚野郎はバニガル先輩の夢を見ない第11話でした。いやー、めっちゃいい姉妹やん。なんだよ、手紙出てきてもう泣いちゃったよ。いやー、うん、まあね、いや結局みんながみんな、いや自分がやってることに対してすごい不安だったっていうことで、お父さんお母さんも子育てが不安だったわけだし、でうん、まあお姉ちゃんも自分がやってることが忙しすぎてよく分かんなくなって、妹さんからのお手紙で励まされて、まあね、最後取られてるあの2人が歩いてる、まあ、あの時って要するに入れ替わってた時だよね、要するに取られちゃったな。いやー、最初の方に桜島先輩が、かかってた春季症候群では桜島先輩はの姿が見えなくなってたからあれだけど、夏休み終わってまあ普通に生活してるようになると、まあそりゃそうなりますよね。さあどうなるんでしょうか次回。思ったらってこっちかね。はい、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない第10話でした。いやー、いい話すぎた。はい、ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。